はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ダイソーさんの、釣り具ですね、釣り具でルアー釣りをやってみたいと思います。まずはですね、ルアーロッドは180センチですね。ルアーロッド180センチのルアーロッドに、2000番のダイソーさんのリールをつけて、でナイロンは3号があらかじめ100メートル巻いてありますので、それをそのまま使います。そしてルアーはですね、ダイソーさんの、新製品ですね、マイクロジグですね、ジグの、これは赤金ですかね、赤金でアシストフックがついてて、でトレブルフックがちっちゃいのがついてます。これも何号かわからないぐらいちっちゃいですね。でですね、スプリットリングがあらかじめついてますんで、そこにですね、このような感じでフリーでつけてます。そうすると可動範囲が、広くなってルアーの動きを妨げないで済みますんで。で場所はですね、汽水域で釣ってみたいと思います。小さなですね、アジとか、それからボラだとかサバだとかの、子供も小さいものがですねついてこればいいかな。サッパも釣れるかもしれないです。そこ釣り引きするとですね、ひょっとしたら、ギマーですとか、ハゼとかそういったものがくっついてくるかもしれません。これで一度やってみたいと思います。3グラムですね、3グラム一番小さい方ですね。結構糸がヨレヨレですね。投げます、飛びます、そこそこ飛びます、そこそこ飛びます。着底して静かに、これはノーマルのギア比ですので、そんなに早巻きはできないんですけど、1秒間に1秒間に1回ぐらいですね。それとあとちょっと止めて、またその繰り返しでやっていこうと思います。あんまりリフトホールさせるよりはですね、自然にちょっと巻いて表層まで浮かび上がってきたら、もう一度止めて落としてまた巻くって感じの、その繰り返しでやっていきたいと思います。非常にですね、柔らかい竿の印象を受けますね。リップが結構柔らかいんですけど、胴の方もまでだいぶベリーの方も柔らかいタイプですね。 ML と L の間ぐらいのような感じの竿のような感じですね。3g の軸でも結構飛びますね。 30m ぐらいは飛んでるんじゃないでしょうか。結構いい感じだと思います。これでね、ちょっとしばらくやってみようと思います。あんまり煽らなくてもですね、軽いもんですから、ちょっと巻くだけで浮き上がってきて、いい感じでアクションしてくれてると思います。片手で十分投げれますね。で人差し指で、サミングですね、サミングっていうと親指なんですけどね人差し指で、糸止めて、あとトラブらないように、1秒2秒3秒止めて沈めて、1、2、3でもう1回沈めて1、おっ、なんか当たりましたね。なんか当たりました。何かかかってますね。
何かかかってます、かかってます。何でしょう。お、あ、ハゼ。え、え、ハゼ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 、なに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 、ハゼだ、ハゼだ、でかい、でかハゼ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 。でかハゼくんが釣れました。でかハゼくんです。アシストフックですね。アシストフックに刺さってますね。よし、あ、お、スレ係もあります。トレブルフックもスレ係になってます。おお、でかい。これは、はい、何か釣れてます、釣れてます。なんか、はい、お腹が白い、白い、白い。成功、成功、成功じゃない。お、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 あ、引っかかっちゃう。あ、痛い、痛い。お、なんだこれは。うぐいか、うぐい、うぐいから、うぐいですね、うぐいですね。うん、トレブルフックに引っかかってます。12、3センチですかね。うぐいです。あ、引っかかっちゃった。あ、ごめんね、ごめんね、外すの、ね、これをリリースします。ありがとうね。3グラムのマイクロジグです。ダイソーさんです。この色が良かったですかね。3色あるんですけど、まあちょっとの濁ってますので、表層30センチぐらい下潜るとちょっと見えなくなるぐらいですかね。ちょっと上30センチぐらい潜るとルアーの色が、ルアーが確認できなくなるぐらいちょっと濁ってますね。飛びます。本当、巻いて巻いて止めて巻いて止めて、目がかりもねあまりしないですね。やっぱりフックが小さいっていうのと、あと先端のフックが取れ、あのアシストフックですんで、それでも藻は拾ってきますね。藻があるということは魚の住処に近いところを引いてきたということで、当たりがある可能性がありますね。片手で楽々投げれますね。何か、何かかかってます。なんだ、ちょっと小さいかな、ね、お、お、お、生後、生後だ、生後だ、生後がかかってる、生後、よいしょ、おー、よしよし、生後です、生後ちゃんです。お、ちっちゃいけどですね、ちっちゃいですけど、生後ちゃんです。お、パクパクしてる。あ、トレ、あ、アシストフックに引っかかってましたね。これもリリースします。また大きくなってからね、釣れてくださいね。ありがとうございます。ありがとうね。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、泳いでた、泳いでた。すごいですね、このマイクロジグ。フェレアさんでも、ね、ありましたけど、さらに3グラムっていうですね、本当にマイクロジギングに使うようなものなんですけども、普通にですね巻いて使って、普通にソルトウォーターとしてのですね、
万能ってことですね。こんな1時間も経ってない短時間でですね、3匹あげれました。塩はね、あげです。もうすぐ満潮を迎えます。そんな時間帯なんですけども、そういう感じですね。マイクロジグ、ダイソーさんの新製品、アシストフック付きのジグですね。あとダイソーさんのリール、1500円のリールですね。あと1000円の180センチのルアーザオですね。ルアーザオのセットで、全てダイソーさんですね、で釣ることができました。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。